吉田さん、BMW いいっすね、やっぱりね。やっぱり車ってなんか独特の良さがありますよね。なんかワールドというか世界というか、まあ、だからといってね、手放すことは全く惜しくないんで、私もね、カーキシってわけではないですから、BMW の、動画ね、本当に素晴らしいと思いますよ。まあ、吉田さんぐらいの勢いで出せる人って、ね、いないと思うんで、世界一の BMWYouTuber になるんじゃないですか。ね、BMWYouTuber いいっすね。で、私はね、だからね、内藤2000 YouTuber かもしれません。もしかしたら多分ね、個人で、なんか内藤2000の動画を出して1年間であれだけの再生数を叩き出した、あれだけの動画アップロード本数を叩き出した人はいないと思いますんで、私もね、このね、もう一点突破の根性で、まあ、車のレポートもね、できるんじゃないかなと思います。私のベルファイアもありますしね、逆にものすごくオンボロなアトレイっていうのもあるんですよ。1999年式の。これもね、なかなか未だに乗ってるぜみたいな。30何年すごいですよ。このシリーズも面白いんじゃないかなと思いながら、今日はね、前回ちょっと話しそびれたハンカチ王子についてもちょっとお話したいと思うんですよ。ハンカチ王子っていうのは野球に鈍感な私でもさすがに見たこと聞いたことあるんですよね。なんかマウンドでハンカチ出してこうやって顔を拭く姿がなぜかハンカチ王子っていう風な名前ついて、なんでなんだろうって未だに分かんないんですけども、ハンカチで顔を拭くなんて別に誰もやってんじゃないかなと思ったんですけどね。その辺のいきさつは分かりませんけども、ライバルにマー君っていうのがいたらしいんですよね。でもこれ実はライバルじゃなくて、見た人がライバルに設定して、だから仕方なく後付けでライバルになったんじゃないかなと私は踏んでるんですけども、今どちらかというとそのマー君の方が楽天に行った後にちょっといい感じになってるっていうふうに聞きましたけど、本当なんですかね。全然知りませんので、世の中のことが全く分かんなくてね、飯塚構造のことももうすでに興味を失っていたという。私としてはね、飯塚構造か堀江餃子、これ格好の再生数じゃないですか。でも再生数が上がるやつを目指して動画撮るのにもうすでに興味がないというかね、そういうんじゃないんだよなって感じですよね。で、逆にですね、この前何だったかな、特別定額給付金、国民全員に10万円配りますみたいなの第2弾があるんじゃないかなってことで、私ね、動画を上げてみたらものすごくこれが人気で、しかもライバルがいないということで、そうだよなと。自分一人が発信してるもの、自分しか興味がない、その狭い世界のことをやるのが、まあ、自分スタイルかなと思ってるんですよね。それこそアクセスがゼロでもそれをやりたいと思ってるんですよ。なんかこう流行るからやるみたいなのも、まあ関心がないわけじゃないんですけどもね、流行るからやるみたいなのを追い続けると結局情報に振り回される方に情報発信者がなっちゃうんで、まあそれはね、まあやめておこうかなって感じですね。で、今回私が興味があるのはね、吉谷さん、これ前回アメックスのプラチナと JCB のプラチナ、こちらのね、コンシェルジュサービスをちょっと受けてみて、大阪京都一泊二日の旅をちょっとお願いしてみたんですよ。細かいオーダーつけてね。そしたらね、回答が出ました。まだ1回なんでわからないですけども、この比較は動画撮っときゃよかったですね。電話をかけてオーダーしたんですよ。で、アメックスの方は回答が早かったです。2時間以内に回答がいただけまして、そしてね、希望通りのホテルをゲットしてくれて、しかも何箇所か他の候補も教えてくれました。で、一応そこを仮押さえさせてもらってね。で、GoTo トラベルキャンペーン、その他チケットバックっていうのも全部もうこっちでやっときましたからっていう風にね、やってくださいました。本当にコンシェルジュだなと思いました。で、 JCB の方は1日時間をくださいって言われて、時間ギリギリにお電話いただいたんですね。で、1件だけ紹介してくれたんですよ。で、とっても素晴らしいとこだったんですけども、価格がちょっとね、値段がちょっと高くて距離も離れていたんで、そちらの方がお断りすることになったんで、でもものすごく一生懸命してくださってね、今回の勝負はアメックスプラチナも JCB プラチナも素晴らしいんで比較できません。やっぱりコンシェルジェすごく良かったです。で、コンシェルジェって外注なんですねだから個人情報改めて聞かれましたよ。ということでね、結局はアメックスの方にしたんで、今日届きました。それがレターパックでね、ありがたいですね。レターパックプラス520って高い方できましたよ。で、中にはこういうプラチナ専用のカードで封筒が入ってまして、開けるとまずね、地域共通クーポンが入ってました。何枚だろう、何枚か分かんないですけども、結構な枚数ですよ。1、2めくれないという。
8000円分だと思います。すいません、ちょっと全然手があれですけど、8000円分あると思います。で、今回の京都、宿泊はね、ちょっとどこどこですっての言いませんけども、ものすごくいいところです。いいところの、なんだっけな、あれですよ、デラックスっていうところですね。だからちょっともうマウントのいいところで、もっといいところはもう埋まってたんで取れなかったんで、宿泊施設の中、そのホテルの中では一番いいところを一応ね用意してくれて、しかも価格もプラチナ価格ということで、かなりね勉強してくれたみたいです。私が頼んだわけじゃないんですけどね、勉強してくださったんですよ。で、宿泊費もろもろ込みで、要するに GoTo キャンペーンを使った後、私の実売価格、もう決済終わったんですけども、28,600円でございました。28,600円で朝食付きで、このチケットが8000分ついてますんで、まあ実質2万円ぐらいですね。2万円で親子3人、合計3人、2万円朝食付き安いですね、安い。で、京セラ美術館の方でちょっと着物のイベントがあるんで、そちらの方もちょっとね、5分で着くそうなんで、むちゃくちゃいいなと思います。そして京都といえばですね、京都駅の中にあるプラチナ専用ラウンジっていうのがあるんですよ。ここも使い放題ということで、ちょっと覗けるようだったら覗いていきたいんですけども、いきなりですね、プラチナ特典バンバンバンといただきましたよ。嬉しいなと思います。で、しかもプラチナのこうやって動画まで撮れるというね。ということで、これからはね、プラチナカードを使いまくるための YouTube、 プラチナ YouTuber としても、吉田さんのね BMW YouTuber じゃないですけども、できそうだなっていうところですよね。だから結局お金を使ってサービスを受けても、商品買っても、それがまたお金を作るネタになるっていうので、無限 YouTube も金脈ですね。だからやらない手はないかなと思います。プラス私ね、企業案件がもうねゴロゴロ来るんで、そろそろ企業案件もね、今まで無視していたんですけども、少しずつ取り組んでいこうかなと思います。うん、この企業案件ってのは再生数かける5円とか10円ってやつなんで、なんていうか、一つの動画ね、例えば再生数100だとしましょう。で、5だとしても500円じゃないですか。アドセンス報酬よりも全然いいですよ。すごく。すごいなと思います。ただ、広告優先になっちゃいけないので、その辺をね、バランスをとって、ジャパネットあなたっていうコーナーを作ってね、ジャパネットあなた、隠居TV ジャパネットあなたみたいな感じで、このジャパネットあなたは、とにかく宣伝しかしませんよっていうコーナーを作ってもいいのかなと思います。だから宣伝受けたくない人は見ないでくださいみたいなね、そんなくだりにしてもいいかなと思いますよね。吉田さんのね LINE じゃないですけどね、セールスしか送らないんで、セールスが嫌な人は登録しないでくださいみたいな、ブロックしてくださいみたいなね。うん、だからやっぱりね、騙し討ちをするんじゃなくって、この動画はこういう趣旨ですよとかね、この LINE はこういう趣旨ですよっていうふうに最初にお伝えしておけば、クレームにもならないんじゃないかなと思いますよね。私の今回の FX のその教室ですよね、初級講座、基礎講座、これね結局40名超えました。すごいですね、40名超えてこの1週間のセールスで買ってくれました。で、これステップメールなんですよ、実はステップメールなんで、別に明日、明後日、しあさって、来月、来週またねプロモーションかけてもいいということなんで、永遠に使えるかなと思います。で、基礎っていうのはね、誰もが欲しがるものなんで、1回作っておいたこの基礎講座、3ヶ月コースなんですけども、これを例えば3ヶ月に1回リリースみたいなものでもいいと思いますしね、広告、それこそ YouTube の広告かけて10万人くらいに、CM プロモーションしていったら、なんかね数百件とか売れていくんじゃないかなと思いますよね。で、結論何が言いたいかっていうと、 YouTube をやることによって、 YouTube を軸にしてあらゆるものが手に入るんじゃないかなということですね。で、はっきり言ってね、その YouTube、 私のトランザム変えたのも YouTube のおかげですからね。この前言ったでしょ、お金があるだけじゃダメなんですよ。 YouTube によってチャンネル登録が8000人当時いたから、購入できたっていうね、審判会社通ったってこともありますからね。YouTube すごいなと思いますよ。ということで、これからもね YouTube の可能性をどん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 広げていきたいと思いますけども、基本的に YouTube の動画アップロードが苦痛な人は、こんな素晴らしい世界でもね、なかなかチャンスがつかめないってことなんで、結論、やりましょうってことを今回もね、結局ここに来るんですよね、お伝えして終了したいと思います。ありがとうございました。